ルブ、エルヒズブルブ、エルヒズブは、八つの頂点がある星型多角形の記号の一種で、二つの正方形を重ねた形である。イスラム教の伝統的なシンボルの一つとなっており、イスラム圏の国の国旗や国章にも多く採用されている。アラビア語で、ルブは、四分の一を、ヒズブは、まとまり、集まりを意味する。クルアーンは百十四の章に分かれているが、各 スーラの長さはバラつきが大きい。朗読を容易にするため、クルアーン全体を長さが大体等しくなるように60に分けた薪をヒズブと呼ぶ。書くヒズブはさらに4等分されており、4分の1枚に星型のマークが書かれている。このマークがルブ・エル・ヒズブである。イスラームの書道においてはルブ・エル・ヒズブは章の終わりを示すシンボルとして用いられる。 ユニコードでは、ルブ・エル・ヒズブは U プラス06でで表される。クアラルンプールに立つペトロナスツインタワーの43階の平面図。フロアの形状は、ルブ・エル・ヒズブを引用している。ルブ・エル・ヒズブは次のようなものに使われている。アルクッズの星、アルクッズの星は、エルサレムのシンボルとして用いられるルブ・エル・ヒズブの一種である。 うまい野鳥が建てた岩のドームの八角形の平面図に基づいてデザインされた。2009年のアラブ文化首都にエルサレムが選ばれたサイのロゴマークやヨルダン川西岸地区のラマアッラーに本店を置くアルクッツ銀行のロゴマークなどに用いられている。ありがとうございます。